こんにちは。今日は炸裂という字を書いてみたいと思います。難しい字ですよね。まずこちらに飛辺書きますね。1点2点で上からまっすぐ下ろして左へ急カーブ、そして点ですね。でこの上の方からこう来てこう1、2、こんな感じですね。まず炸という字、次列という字になりますけど、下に衣が来る方の列ですね。こうこうこう縦目な感じに来てこうですね、入れ込みます。入るかな、あ、ごめんなさい、入ってないのでちょっとずらしますね。でこんな感じで、ここ1、2、こんな感じですか。はい、これで炸裂と書けました。はい、全体映りますか。こんな感じです。でこれを撮ろうと思ったわけはですね、たまたまなんですけど、ヒカキンさんの書いた文字を見まして、それはちょうど炸裂だったんですよ。でちょっとリンク貼っときますね。すごく上手に書けててびっくりしました。10年ぶりらしいですよ。はい、では失礼します。